旅行バッグの抜き打ちチェック、イエーイ。りっちゃんです。パッパラパッピーなっちゃんです。はい、ということでね、今回は旅行に来ております。はい、で今回ね、まあ、1泊2日の、まあ、小旅行なので、うん、カバンは小さめなんですけど、うん、まあ、でもやっぱいつもとはちょっと違うわけじゃん。そうね。なのでちょっと今回はこの1泊2日の旅行カバンの中身を紹介したいと思います。最初なっちゃうから。オッケー。いやー。あー、はい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 。まずは、まあ、アイロンと、はいはい、メイクポーチ。はい、でこれはね、結構いつも持ってきてる。そうね。準備してるね。うん、でもすごいね。で、次が。で次は、はいはいはい、旅行っぽいもの見つけました。お、じゃじゃーん、マシェリーです、ね、マシェリーのトラベルセットだって。え、すごい、めっちゃ可愛いよ。いや、マシェリーってめっちゃいい匂いのやつだよね。そうそう、好きなんだよね。昔から結構気に入ってる。え、これは何、普通にもう家にあったやつってこと？あ、買ってあったの？普段からね、持ってる。普段から持ち歩いてる。普段から、え、お泊まり、え、そんなにお泊りするの？え、なっちゃって、え、普段から、え、そういうこと？いつ、そう、あのほら、じゃあオールデーとかなるかわかんないじゃん。マジで、え、ホテル普段から持ち歩いてる？あ、そうなの？え、違う、え、旅行だからってわけじゃなくて、うん、普段から入ってる。普段から結構持ってる。あ、結構このリュックに入ってることも多い。なっちゃうやり手ですね。なるほど。次が、これは？おやすみなさいね。まあ、今日ちょっと雨が降りそうだったからね。そう。で、次がこれ、じゃじゃーん。これは明日の服かな。明日の服ですね。あ、ワンピースですね、はい、ワンピースですね。確かに旅行の時はワンピース、あの、1枚で楽だからね、うんうん、はい、そして、あ、はい、いいの見つけました。じゃじゃーん。モザイクですね。ちょっとこっちですね。こちら、じゃじゃーん、はい、これパジャマだね。パジャマです。かわいいね。ちょっと開いてもいい？いいですよ。さくらんぼ、え、めっちゃかわいい。しかもさ、薄いからさ、めっちゃ持ち運びにいいね。そうそう、ジェラピケじゃん。え、てかやっぱさ、なっちゃんってほんと女子力高いね。だって違うんだよ、なんたまたまこうお店の前を通って、うんうん、え、最近買ったの？あ、でも割と最近だと思う、あ、やばい、すごいもの見つけた。じゃじゃーん、もし編集する人も使ってたんじゃん。でもここにモザイクがかかるから視聴者の人にね、黒いからちょっとあんまよくわかんない。ここに隠しておきました。はい、ね、はい、そして、はい、あ、あとなんか靴下ね、靴下ね、靴下、明日発表、はいはいはい、ね、そして最後こちら飲み物。なっちゃんってさ、こういうさ、なんかジュースっぽいのよく持ってるね。このヨーグルトとかなんかさ、なんていうの、まあそうですね、だから変容してんだね、まあ、デブの極みということで。そんなことないよ、そんなことない。あとこっちも、あー、でもこっちはなんかいつもの感じだね、なんか充電器とかイヤホンとか、ね、あれ、待って待って待って、え、待って、ゴキブリのおもちゃ入ってるんだけど。いや、ヨッチに仕掛けようと思って。あ、で旅行先で、やばいな。そう、毎日のやり取りを。確かにね。じゃあ、これゴキブリもいいんじゃね。ということで、まあ、なっちゃんはこんな感じですね。はい。いやー、なっちゃんやっぱ女子力高いな。ということで、なっちゃんの持ち物はこんな感じでした。はい、まあ、すっきりしてるけどね。でもさ、化粧水とかなくない？今日寝忘れた。あ、寝坊したか、寝坊したというか、準備し忘れてた。そう、やばい、急いで、やばい、やばい、やばい、私は貸してやるよ。ありがとう。はい、じゃあ次はりっちゃんのね、ルックを見ていきたいと思います。はい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 、重いね。重いんだよ、やば、重いよ。そう、重い。見ていきましょう、はい、何が入っているのか。え、でもそんなに変なものもね、普通なんですよ、私。お、まずはこれ、はい、充電器ですね。そうそう、充電器系 ね。え、でもこれさ、袋かわいくない？ジップロック、かわいい。これね、IKEA でかわいい買ったジップロックなの。めっちゃかわいいっすよ。そう、小分けにしたい時とかに、そうだね、めっちゃ使える、マジで。そうだね、おすすめです、本当に。回し物ですか？回し物です。回し物です。マジで、しかもいろいろ種類あるの。あ、そうなの、うん、次はどれ、これは何でしょうか？それはですね、下着入れですね。下着とか、あと靴下とか。可愛らしい下着が入ってる。そんなことない、そんなことない。水色、水色緑でしょ、緑で。うん、さっき聞いたじゃん。これ、これも可愛いじゃん、これ下着入れ。これ何、これね、カンボジアで買った。もうだから3、4年使ってるから。そう、めっちゃ可愛いでしょ。この持ちいいね。だって、だって、いや、もうビリビリだったらもう一回見てた。節約。ビリビリ、そうそうそう。え、でもすごい気に入ってるから。可愛い、直した。これ生地が気持ちいいでしょ。こちら、明日の服ですかね。そうだね、明日の服。それ、これも、これもかな、これか。キャミソール系の、かわいい、薄いからね。そう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 、いっぱい入る。あ、これはいつものロシア人ですか？そう、ロシア人、もうみんなにこれ会社にかぶってさ、ほんとにさ、すぐにロシア人でね。旅行先でさ、あんまり髪の毛がうまくさ、いかない時とかあるじゃん。あるあるある。そういう時にごまかすために。なるほどね。そう、なるほどね。お、これは何ですか？それは寝巻きですね。これは寝巻きですね。あ、でもズボン今もう履いてます。ズボンもう履いてます。ズボンもう、ズボン、ズ
ズノも入ってます。ミズノが好きなんだね。いや好きなのかな、わかんない。じゃあよくでもミズノ好きなのかもしれない、もしかしたら。オレンジのやつもミズノ。そう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 。あ、こちらはいつものメイクポーチ、ね、これかわいい。いつもフルで持ち歩いてるからもう変わらず旅行じゃん。そうね、これでメイクが済みます。あ、筆箱大学生の時に買ったやつずっと使ってます。なんか見て、見てほら、仕事できる女って感じ。いやいや、使わないけど、ね、仕事で ね、まあ、ねほぼパソコンだからさ。そうだね。そうそう、あとは、じゃじゃーん、はい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 、女の子らしい。まあ、それもイケアで、もちろんもちろんイケアですよ、化粧水ね。うん、ハトムギ化粧水ってやつ。あ、入れ物、あ、使ってる。まあ、ハトムギ化粧水以外の化粧水を使う時もあるんだけど、うん、でもどっちにしろこの液体系の化粧水が大好きで、うん、分かる。だからこうやってスプレーの容器に入れてる。もういつもこれで使ってる。そう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 、いいですね。水系の化粧水をスプレーに入れるのは超絶おすすめ。いいですね、女子力。で、あとはニベア。ニベアよく使う。ニベアの女はね、うん、青缶はもう有名だね。そうそうそう。あとは電波走行。こいつなんだよ、重さの原因は完全に。ユーチューバーですね。そうそうそう、本当にね、パソコン本当持ってきたくなかったんだけど、ちょっと公開設定とか終わってないやつがあったから、ね、マジでパソコンのせい。これでだいぶ重い。これなかったらマジで変わる、全然違うと思う。はい、まあ、うん、そんな感じだね。そうだね。いやー、なんかジップロックだね、なんかジップロックだね。はい、りっちゃんのリュックの中身はこんな感じだったね。ねえ、なんかでもやっぱね、うん、なっちゃんの見たかったのと女子力がなんか低めなの。いやいや、そんなことないと思った。本当になんかちゃんとジップロックにまとめてあるっていう。でも私も朝もうやばいっすよ。ジップロックやばい。はい、ということで一泊二日旅行のカバンの中身を紹介してみました。はい、なんか参考にねしてくれるところがあればね。そうだね、いいね。なんかジップロックはねすごいでしょ、知恵が詰まってるでしょ。すごい。ということで皆さん、この動画が面白かったためになったと思ったら高評価やコメントよろしくお願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。チャンネル登録はこちらから。僕たちに実験検証してほしいことを募集中です。オファー下の概要